トロッコがある。開いた。これがチキクラだ。これがチキクラ。はい、こんにちは。マイチャンネル前原でございます。マインクラフト一度きりの人生2020第2回目やっていきましょう。はい。前回こんなね、ピラミッドの近くにスポーンしたわけなんですけれども、今回はちょっとですね、食料を漁り包む、昨日見つけたなんか廃坑みたいなところに行きたいなと思います。持っていこう。あ、そうだ。この辺は焼いといた方がいいもんね。もったいないよね。あとは、石とかちょっと持ってった方がいいかな。よし。廃坑みたいなところに行ってみたいなと思います。松明も食べ物もあるんで大丈夫でしょう。お、え、トロッコがある。お、ラッキー。本当に？マジか。何もしてないのに。エンチャントの本、パンチ1だって。やったー。何なの？やっぱり廃坑なの？ここ。何ですか？今の音は。あ、昨日見てたとこと若干違うんだけど。やっぱりちょっと廃校チックなのかな？廃校なの？すごく怖いから、ちょっと一回逃げる。ハードコアなんで。クモの巣みたいな見えたのはどれなんだろう？このね、一度きりの人生はね、自分でチキクラと呼んでますんで、チキンマインクラフトなんで、ご了承ください。あ、スポナーだ、やっぱり。毒蜘蛛スポナー。あそこには溶岩があるね。やっぱ廃校で合ってるんだね、ここ。昨日見つけたのここだね。あ、怖い。はぁーとか言われるとめっちゃ怖いね。あ、またチェストあった。よし。びっくり。おい、今のうちに。 OK。 さっきみたいにね、あのトロッコとチェストがまとまって置いてあればちょっと安心だけど、この山全体が廃坑みたいになってるのかな。やべ、そろそろ帰んないと。すごい。いきなり金鉱石いっぱいあった。うお。オーケー。ここね、ちょっと怖いから、あらかじめこう、逃げ道作っといた方がいいよね。ハードコアなんで。開いた。はい、これが私のサポ。どうだ。これがチキクラだ。これがチキクラ。はい。はい。はい。オッケー。なんだよ、変な音出し上げた。スケルトンはダメ。あ、いてててやばいやばいやばい、やめて。そういうの俺やんないから。ハードコアなんで。こっち、松明でさ、鮮度取ってたのに、
攻撃してくるとかないよね。もっとキモいよ、あの骨野郎。スポナーじゃないやで。あ、ダメだ。逃げろー。あ、いた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 。いたね。あ、やばい。こういう場合はこうしますよ。これがね、チキクラですよ、みんなね。確保したら、ここから攻撃するの。やっちゃダメダメ。ちょっとダメだよ。おめえら何やってんだよ。ああ。こっちだって。こっち。こっちこっち。こっち。こっちこっち。はい、はい、OK、 あぶっ、おいて来たね。お前だ、この野郎。おいて、この野郎。おりゃーどうだ。あんまりさ、あの、え、まだいるの。おっ、どこにいんの。やだわ。まあまあいいや。これがこっちにつながってんだね。ちょっといっぱいそうだね。やめておきます。この下にいっぱいそうだな。毒魚スポナーってトラップにしかならないもんね。もうちょっとね、あそこラチが開かないんで、畑作りたいなと思います。はい、畑を作ろう。畑、あ、ここいいじゃん、ちょうどね。よし、じゃあここで変な形だけど農業を始めましょうか。よし、こんなもんか。天然の畑完成ですね。うっ、何あいつら。あ、何、びっくりした。あいつら何、襲撃者。追いかけてってみるか。いるいるいる。何やってんのあいつら。多分帰ってくんだよね、きっとね。そういうことにしておこう。あれ何？なんか建物みたいに見えるんだけど、山かな単なる。はい、ちょ待って、行ってみよう。基本的にリスポーンとか関係ないんで、どこで寝てもいいですからね。ハードコアなんで。でも粘土みたいな素材いいね。あー、城じゃなかった。家に見えた、あの山が。ん？あれは、これは村？それとも山？山か。山だね。あ、やっぱりかなりの廃校だね、これね。はい。じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。とりあえず今日は廃校っぽいとこ行って、あとは奥に田んぼを作ったんですけども、廃校っぽいとこにね、チェストいくつかあって、これだけ揃えられましたね。あとは金鉱石がいくつか出てきた感じかな。とりあえず、2日目もなんとか無事生き残ることができてよかったかなと思いますね。次回はちょっとね、この辺のものを、貴重品持って、村探し行きたいなと思います。基本的にここを拠点にする必要はないんでね。一度きりの人生なんで、どんどん移動してね、程よい町を見つけてそこに暮らせればなと思っております。ただもう細心の注意をしないといけないけどね。はい。ということで、また続きは次回やっていきたいなと思います。今日の動画がもしよかったなとか楽しかったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで、今回は以上でございます。
バイバーイ。